今回は、POG 2024-25 から、2024年11月デビュー予定、主力馬4000を、競馬好きが勝手に紹介します。なお、注意点はこちら。本動画には個人的、主観が多分に含まれます。また、デビュー日は今後変更となる場合があります。一頭目は、アスクセクシーモア。プロフィールはご覧の通り。北サンボ馬。馬主、弘前俊博 HD。デビュー予定日、11月9日土曜日、京都5レース、芝1600メートル。主力ポイントは、新規開業祝い馬の可能性が高いこと。時はセレクトセール23。弘前オーナーは、当時本馬を、今回の競りで一番いい馬だと思っていた。と大絶賛。そして福永調教師のために、行けるところまで行く、と予算無限大発言。明らかに本気度が段違い。キーハーズ竹豊の関係は有名だが、弘前オーナー福永雄一コンビも相当なご様子。ちなみに福永調教師曰く、スピードがすごい、と高評価。もしかすると、福永2歳世代のエース候補になるかもしれない。もうこれは大注目。福永調教師が、付きっきりで調教を担当していることも、期待の表れ。初戦から注目。二頭目は、アルマデオロ。プロフィールはご覧の通り。レイデオロボバ。馬主、日高ブリーダーズユニオン。デビュー予定日。11月10日日曜日、京都5レース、芝2000メートル。主力ポイントは、血統。兄弟に、シュガー君。そして北サンブラック。と、誰もが認める血統馬。これはすごい。デビュー戦は竹豊騎手を手配。となると、シュガー君に続いて、北さんコンビ再び。ファンが喜びそう。少し気になることを挙げると、七レイデオロ。ここ最近の3区の走りを見ると、牝馬は相変わらずだが、牡馬は大丈夫そうな模様。日高期待のレイデオロ3区。シュガーハートの血が騒ぐ。3頭目は、バルチャースター。プロフィールはご覧の通り。サープルナーリア牡馬。馬主、キャロットファーム。デビュー予定日。11月24日日曜日、京都6レース、芝2000メートル。主力ポイントは、血統。本馬はキャロット血統馬。母サープスター。父サープルナーリアと、キャロット会員にとって、たまらない血統。また、父の初年度3区は、大躍進中。主母馬としての評価を高めてる。極めつけは、募集総額。強気な価格の 1.2 億円。ノーザンファームもしくはクラブは、募集当初から期待していたのでは、と勘ぐってしまう。キャロットゆかりの血統馬。サープルナーリア3区の主力候補。4頭目は、アークシャルダーム。プロフィールはご覧の通り。ブリモル牝馬。馬主、車大レースホース。デビュー予定日。11月下旬から12月上旬頃と予想。主力ポイント一つ目は、友道オータム。友道厩舎といえば、わかりやすいくらい、主力は秋にデビューする傾向にある。本馬もこの方にはまるため、いろいろと察してしまう。主力ポイント二つ目は、育成環境。本馬は車大の新階級、鈴鹿トレセンでみっちり調整。あの化け物販路で強くならないわけがない。ただ、本馬の血統で気になる点があり、ブリモルと相性の良いサンデー系を持たないこと。車大工学馬の偉人。鈴鹿の本領発揮か。個人的に、アスクセクシーモアに期待。以上、POG 2024-25から、2024年11月デビュー予定、主力馬4000の紹介。でした。